リキヤさんがかぶせてきましたよって聞こえる？大丈夫？はい。リキヤさんがね、かぶせてきましたよ。はい。よし、負けないぜ。負けないぜ。負けないっすよ、リキヤ。クラメイに相談しろ。は？何相談すんの？本当ねえ、あと3時間で東京ビッグサイトに着けるか。平塚まで11キロです。はい、うん、うん、いやでもよく頑張ったよビビは、うん、ね。うん、さあもうひと踏ん張りさ。もう一踏ん張りさね。ね、はい。さあ、神奈川県の中を抜けていくよ。さあ、神奈川入ったからもう早いよ。はい。ただいま、立川にレース発売中です。あ、はい、どうも。ただいま、神奈川県松田町を抜けて開成町を抜け、ここはどこかな。ここは、神奈川県の、松田町をもう抜けたんだかな。松田町の付近です。はいね、走っております。じゃあ旗のかな。そうですね、はい、そのあたりかな。うん、あー、神奈川県高尾という今大町だ。お、よくわかりましたね。はい、大井町ですね。はい、大井町とも読むんじゃないかな。うん、大井町、あっちの大井町となんかかぶりそうだよね。かなちゅうバスのバス停もあるし。そうですね、いやー、そうですよ、はい。奈良橋さん、いろは買いましたか？は？何いろはって？花咲く？いろは買っ、あ、いろはす？いろはすは昨日買ったよ。いろはって何だ、何だっけ？昨日言ってたやつ。町田とか言って、東京都のくせに神奈中バスばっか。ああ、か。おお、さあ中井町に入りました。京都から国道も高速も使わず中井町へやってまいりました。約ね3日間の行程をかけて走っております。さあ3日前のね、勝っただろ。は？はい、3日前のさ午前10時に出発して、はい、ここまでかかった時間、大変な時間ですね。はい、そして、ここまでの走行距離を発表いたします。587キロ。ここにオイラの会社の研究所がある。あすごいな。ここまでの距離、
587キロでございます。はい、今ね、滝沢という場所を通過いたしました。はい、今ですね、滝沢という場所をね、通過いたしました。初見です。あ、初見さんどうもいらっしゃいませ。奈良橋クラブでございます。現在ね、ご覧いただいておりますこの企画はですね、京都から東京まで国道もですね、高速も使わずに行けるかという実証実験でですね、3日前に京都を出発しまして、ここまで走った距離が587キロ、ね、なんとかですね、ここ神奈川県まで国道も高速も使わずに、来れました。はい、2日前だって。3日前ですね。はい、3日前っす。はい、3日前にね、出発して、今日ね、この祝日水曜日走っております。昨日は何日前？昨日は普通3日前、あ、1日前、2日前か、2日前だ、今日が2日前ね。一昨日京都宿泊はどうしたんですか？1日目はネットカフェですね。2日目はね、JR 三島駅前のホテルでね、一泊しました。はい、うん、ラグが小さいね。ここに来るとラグ小さいね。はい、次は肌のか大磯か。そうですね、もう次は肌。このまましばらくですね、寒川ってところのちょっと手前ぐらいまでね、この77号線を走ります。はいね、はい。ちなみにこれは動画です。は？何言ってんの。はい、では立川さんレース発走なので、はい、また行ってらっしゃいませ。はい、行ってらっしゃいませ。よっしゃ、勝つぞ。もう勝った、頑張って。京都への帰りの企画はどうするんですか？帰り、帰りは普通に高速走る企画かな。はい、うん、普通にね。はい、さあ77号平塚方向にどんどん下っていこう。平塚ゴーゴーということでね。はい、うん、さあ神奈川中央バス、さっきまではね東武バスだったのに、ここから入ったもう神奈川かな中ですね。はい、バスマニアの人もいろんなバス見られたんじゃないかなね。最初は京都市バスでしょ。はい、で次にね、滋賀県の車。何乗ってるの？車はですね、1995年にねスバルから発売、スバルで製造されましたビビオという軽自動車です。はいね、スバル製のビビオという軽自動車です。スバルビビオ KK3 で検索していただいたら分かりますよ。はい、中古です。は、懐かしいな、わら、うん、ね、今でもね、私高知県住んでんだけど、知らない道走るの楽しいよね。楽しいですよね。軽で長距離すご、わら、軽で長距離でもね、すごいガッツあふれる走りを見せ、うん、すごいね。え、骨董車じゃないよ。はい、まあ確かにさ、そのね、古い車だけど、はい、ただね、これね、うちの田舎のね、ジジイがですね、乗ってたんですよ、95年から。はい、でも、窃盗車？窃盗車じゃねえよ。はい、なんで窃盗車なんだよ、ネローって。燃費はリッターどのくらいですか？リッター大人が中古車に乗っています。リッター20から21に走ってくれる、今日は。はい、平地だったら多分ね、23行ってたかもしれないですね、リッター。うん、平地だったらね、リッター23行ってたかもしれないですよ。はい、盗んだのか。なんで、なんで盗むんだよって。
はい、皆さん更新してみて。はい、皆さん更新ボタン押してみて。サイドの交差点を右折と。いや、都内で一泊するんですか？一泊しますよ。はい、よいしょ。さあ頑張るよ。警察に通報しました。なんで？なんでだよってやつ。うん、昔の日本車の方が素材がそうそういいからね。はい、実はガチで。はい、ねえ、実はね、いいです。そうでしょ。はい、スタミナ行くの？行かないよ。はい、今ですね、中井電話局前、交差点をね止まっております。はい、このまましばらく走ります。声が変。声が変。はい、よいしょ。で、はい、昼何食うの？昼まだ決めてないですね。なんかね、美味しいもん食べられたらいいっすよね。はい、なんかね、美味しいもん食べられたらいいなと思います。はい、ヒッチハイク見つけたら乗せますか？は？どうしよう、どっちの方がいい？どっちの方がいいかな。でも横、もうすぐ平塚、阪神の梅さん、昼はかっぱ寿司行こう。昨日行ったよ、かっぱ寿司。はい、そう、昨日ね、行ったんですよ。はい、阪神の梅さんの平塚じゃないですよ、平塚二軍打撃。はい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 、ゴー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 。奈良橋さん、きっと東京でリスナーさんがいっぱい待ってますよ。そうだよね。ちょっと押さないで押さないで。あ、TBS さん、フジテレビさん、取材後でお願いしますみたいな感じ。はい、ねえ、はい、ワシントンホテルの前がね一応ゴールですから。はい、ね、ワシントンホテルの前が一応ゴールだから、はい、ね、有明のね、江東区有明のワシントンホテルのね前、タクシーとか止まってるところの前がゴールだから。ね、いやでもさ、いざ始まってみるとね、長いようで短い企画でしたね。はい、よくねここまで頑張った。ビビも、はい、よく頑張ってくれたよ。誰も来てないなんてことはないと思いますよ。ほんとね。はい、ガジェット通信、スカイツリー見に行ったら。いや別に観光で行ってるわけじゃねえですからね。はい、観光でね見に行ってるわけじゃねえですからね。あ、隣ゴルフコースがあるよ。これゴルフコースがあるよ。はい、平塚市に入りました。平塚です。はい、平塚市入りましたよ、奈良橋さんが。はい、平塚のね、さあ頑張れ、もうすぐだ。
あ、横山みどりが、うん、みどりが、ふん、いや、みどりさんが待ってたらびっくりしますよね、はい、今どこなん？今は、神奈川県平塚市に入ったところです。藤沢ジャンボゴルフっていうね、知ってる？プレイしたことある人いる？ここで、ここのね藤沢ね、ジャンボゴルフプレイしたことある人いますか？はい。神奈川県って結構田舎ですね。わら、なんかね、平成たぬき合戦ポンポコに出てきそうな場所ですね。今新しさとね、古さが混在して、平成たぬき合戦ポンポコに出てきそうな場所ですね。はい。で、もう飽きたから動画実況配信やめていいよ。てかお前、車載の時は定期更新機能ぐらいつけてよ。ゴール着いたらすぐホテル行くの？着いたらまず何したいの？着いたらまずね、記念写真だね。はい。ね、僕たちはどこへ行くのだろうね、この曲が流れて、っていうか、まあで、その後で今夜は反省会いいかね、疲れてるから反省会はいいかね。はい、反省会いる？今夜8時から。いらないでしょうね、みんなもね疲れてるから。はい、ラグ対策くらい確かにするべき。うん、ラグ対策か。っていうかさ、ゴルフ場のこんなとこでさ飛ばってるけどさ、打ち込んでこないでしょうね、 OB のボールをパーンってね。あんなの当たったらガラス割れちゃうよ。はい、ね、いつ帰の予定なの？え、いつ帰る予定？明日の深夜の2時からね、また高速乗って京都へと帰りたいと思います。はいね、はい。明日ラグ、は、何時着？金曜日の朝着。はい。あ、今もう3時間走ったよね。これちょっと次のコンビニで泊まってね、ビビ1回点検するから、3時間に1回ね、点検するっていうのを決めたんですよ。はい。昨日もね、私点検したでしょ。はい。ごめん、今日の話ね。あ、何時着く？今日？今日そうですね。2時になんとか着きたいねって言ってんの。延長が終わるね。はい。無料延長最大6時間じゃないですか。この最大6時間がね、終わる2時にはね、なんとか着きたいねって。延長しましょう。はいはい、延長しますよ。じゃあ3時からサンシャイン水族館行ってよ。なんで？お昼別にもういっか、2時から食べようか。はい、延長です。はい、っていうか前がカナチューのバスだからさ、超遅いんだよねえ、ほんとオラオレーって言わないといかないぐらいね。はい。でもまあ奈良橋さんはそんなこと言いませんけど。頼んだよ。じゃあね。は？なんで、なんで水族館行くの？ね、平塚76号土屋霊園中沢橋。むしろ点検するな。なんで点検しちゃダメなの？爆発しちゃうじゃん、もしかしたら。水温計は正常。はい。燃料は満タン。だからバッテリーと、
あと今日ね、ビビのオイルも変えてあげないといけないから、はい。ね、ビビのオイルもね、変えてあげないと。ゴールしたら、そう、まずスーパー、東雲のスーパーオートバックス行って、ビビのオイル変えてあげるわ。はい。オイルね、5500で交換だったんだけど、もう6600、6200走らしちゃってるから、ね。ね、55000キロで、あ、じゃあ65000キロで交換だったんだけど、66200キロも走らしちゃってたから、はい。ね、ここで交換します。この次の企画は48時間ウォーキングで決定ですか？違いますよ。限定点1、トイレ多すぎに、話題がトイレ食い物限定3、うん、ラグ対策なし4点、その他多数。はい。ラグ対策ね、はい。その前に自動延長入れないとね、はい。自動延長とか自動枠取りとかね、はい。うん、いやー、でもやっぱりね、ここまで来れたのはね、リスナーのサポートがあったおかげですよ。はい。ねえ、だってさ、昨日なんてね、もう静岡すごかったもんね、あのあっこねえ、大きくな、車の総合走行距離っていくつ？66270で、はい、今回大正解だな。うん、だって前昨日のさ、もうオキツなんてすごかったじゃんね、こっちとかね、右え、どっちとか言ってね、はい、左とかね、あれ、よいしょ、あれはマジワロ橋だったわ。年式古いのにそんなに走ってないね。うん、田舎の高知県の車だから、ジジイが乗ってたんですよ。ジジイが、はい、ジジイがね、乗ってたんですよ。で、そのジジイがあんまり出かけなかったから、はい。で、ジジイがね、介護車に買い替えちゃって、ビビいらなくなったらしくて、はい。ね、で、私のところに来てね、はい。でね、こうやっていろいろね、高知県のね、山の中からいろいろね、遠く離れたこういう場所にもね、連れてきてあげるようになりました。はい。実は家にもさ、経緯があるんです。使われると、なるほどね。うん、そうそう。そうなんですよ。よいしょ。うん、春の匂いがして、次はリスナーの家を訪ねていく企画だな。あ、私がないでしょう、そんなの。うん、何なら橋のくせにコミュレベル18になっちゃってんの？コミュレベル20行きたかったね。はい。今回のこれでね、私アンケ解放したかったんですよ。はい。うん、春の匂いがしてずっと。うん。うん、奈良橋アンケ中になりそうだからダメ。なんで？ならないよ、そんなのに。せめてさ、そのアンケ使える、もしくは無料延長ができるこれぐらいにならないと。はい。じゃあね、どうやってなるかというと、それはなるのは簡単だよね。え、今から横山緑の家を襲撃しますとか言ってさ、
延長続けてね放送を始めたらできるけど、でもそんなことしたらさ大変なことになっちゃうじゃん。メンバー3000人増やす予定だったのにね。うん、そう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 、メンバー3000人ぐらいね増えてほしかったんですよねえ。今の部分ケプッタは？これですからね。もうねえ本当によいしょ、うん、なんでこんな渋滞してんだ。前に信号があるからですね。この先で82号線に入るの。はい、前の車もやそう。うん、あ、このままね82号線右折して63号に入って、61号に転線するでしょ。はい、でそっからね44号だ。はい、よいしょ。ビビ、いやービビはほんと今日今回頑張ってくれたね。はい、燃費が良かったよね。だって3回しか給油してないんですよ。ねえ、朝いつも1回定時で満タンにするっていうその給油だけで途中給油1回もなかったよ今回。ねえビビ燃費いいよね本当に。朝は絶対にね満タンにするの。それはなぜかというと走ったことない道だから怖いじゃないですか。ねえ半分とかの石油で行くのねえ。だから絶対朝は燃料入れるんですけど、それ以外絶対入れなかったね。はい、さようならじゃない。3G か。うん、やっぱり前の信号で結構混んでるみたいですね。 NGO 過ぎなんだよ。は？何を唐突に、何を唐突に、東橋っていうところでね63号線に言論弾圧反対、東橋っていうところで63号線に入りますね。はい、NG 全解除してくださいよ。はいどうして、うん、いや、よいしょ、はあ、疲れた。なんかゴールが近づいてくるとさ、ドキドキと一緒に疲れも出てくるよね。うん。ねえ、ゴールが近づいてきたよ。表現の自由を奪わないでください。あ、最低限の責任を持たしてるから、安心して。はい。ねえ、ほんと。62号じゃないのか。62号だ、62号、はい。62号かな。あ、そうそうそう。62号から今度63号にね、ごつま、あずま橋ってとこ？なんていうのかな。あずま橋っていうとこの交差点を左折して入るから、63号に。はい。
ね。で、そのままね、伊勢原の近くまで走っていって、はい。伊勢原から61号に乗って、はい。で、61号で、今度44号、45号、そして45号のね。鈴木さん、いい加減にしましょうよ。45号に入ってね。最低限の責任なのに一郎選手の話ができないんですが、どうしてですか？一郎と打てばできますから安心してください。はい。ね。かっ飛ばせ、一郎って。一郎日本球界に復帰しないのかな、もう。ねえ。今だったらさ、ジャイアンツが取ってくれんじゃん、一郎。ねえ。ね、カットバシ一郎一郎って言ってね、みたいな感じで。カツラギイクロウがいるやろ。そう、阪神やって。